どうもどうも、まさとです。はい、今回ご紹介するのはこちら、急速充電器とそしてケーブルですね。 USB-C のケーブル、こちらの方をご紹介したいと思います。この前の Amazon の新生活セールファイナルの時に購入したやつですね。で、こちらアンカーの急速充電器ですね。これは前に発売されてるやつですよね、確かね。で、まあ、新製品というわけじゃないんですけれども、新たなのが欲しいということで購入いたしました。で、こっち CIO のケーブルですね。ディスプレイがついておりまして、何ワットで充電できるか見られるようになってるんですね。で、ちょっと物珍しさもあって、で、どれだけ数値出るのかというのも気になったんで、これ購入することにしました。まずこちらですね、アンカーの急速充電器、商品の方がこちら、光ってるな、こちらになります。 USB-C ですね。この大きさで 30W です。で、もともとアンカーの充電器持ってまして、こちらですね、こういう感じで、こちら 20W の充電器なんですけれども、まあ、これでも十分なんですよね、スマホ充電するのね。ただこれご覧の通りプラグが出ているんですよね。で、持ち運ぶときにちょっと邪魔だなというのと、で、 iPhone 充電するのに 20W 以上、まあちょっとした数値なんですけども、で充電できるということもあって、じゃあ 30W のやつ欲しいなということで選んだのがこちらになります。 30W の充電器で、こちら見ていただければお分かりの通り、プラグがね、折りたたみ式で、こういう感じですね、になっておりまして、持ち運ぶときも邪魔にならないというやつなので、こちらチョイスしました。で、なおかつ、これ、見てもらえればお分かりの通り、大きさ変わらないんですよね、ほとんど。で、奥行きからすればこっちの方が大きいんで、ね。なので、もうちょうどこれがいいかなと。で、30W もあるんでね。で、昔 iPhone に付属していた充電器と比べるとこういう感じですね。これからしてもちょっとだけ大きいという感じなんで、これちょうどいいかと思います。だからこれだと 21W、私持ってるの iPhone の15ですよね、 15Pro、持ってるんですけれども、だいたい 21W ちょっと 21.5 なのかなで、充電できるんで、でちょうどこれで、最大まで引き出すことができるということですね。で、これご覧いただけますと、出力が、5V 3アンペア、9V 3アンペア、そして 15V 2アンペアということですね。で、あと 20V の 1.5 ということで、30W で充電できるというふうになっております。で、このアンカーのやつ以外にも、昔購入した、もう今ないですよね、ラブパワーの充電器も持ってます。これがここ、30W というふうになってるんで、これも 30W の、急速充電器です。で、なおかつ、まあ、大きさを比べてもらえればわかると思うんですが、大きいんですよね、昔のやつなんでね。だから今までちょっとこれに使ってたんですけれども、ちょっと大きいしちょっとかさばるかなということで、こっち買ったのもあります。で、なおかつこれ30ね、ラブパワー、同じラブパワー、こちら、これがちょっと一回り大きいやつ、まあ1個ですよね。で、これは 61W ということで、61W 充電できます。で、これはですね、外出した時にパソコン充電するのに使えるかなということで購入しました。これ、まあ、これと比べても分かると思うんですけども、結構小さいんですよね、61W の割に。なので購入して、で、まあ出かけた時、まあ旅行とかですねの時にはこれ持って行っております。 MacBook Pro 充電するのにね、ちょうどいいんですよね。で、続きましてこちらですね、 CIO の、ケーブルになります。 USB-C のケーブルになりまして、 PD の 100W ですかね、に対応しているということだと思います。100ではね、充電したことないんで何とも言えないんですけれども、で、長さ1メートルですよね。で、シリコンなんで、すごい柔らかいです。で、か
絡まりにくいという風になっております。でこういう風にモニターがついてて、何ワットで充電してるかを確認することができます。でまあシリコンなので、滑らかで絡まらないということで、高耐久、折り曲げに強いと、これは3万回ですよねの折り曲げテストをクリアということでいいんじゃないかなと思います。一応日本のメーカーなんですよ。あ、これ森口か、大阪の森口市に、ある会社ですね。はい、日本のメーカーということでございます。なのでこれパソコンにも対応しているということで、また後でね、ちょっと MacBook Pro 充電して何ワット出るか確認してみたいと思います。で、実際の中身がこういうケーブルですよね。まあ、シリコンなんで、普通のケーブルと比べると太いです。太いですが、絡まりにくくて柔らかいというので、その点ではいいですよね。で、ここがモニター部分になっております。今電源入ってないんだね、真っ暗なんですけれども、ここに表示してくれます。なかなかいいですよね。家で使うのにはちょうどいいんじゃないかなと思います。ただ持ち運ぶのはかさばるかなという気はするんですけどね。もうちょっとコンパクトなやつがあってもいいかもしれないので、またその辺はね探したいと思います。一応ね、昔購入したやつで巻き取り式のやつ持ってます。はい、 USBC ですね、両方と。ただこれ出てるのがね、ちょっとあまり好きじゃないんですよね。これがもううまく格納されてるやつがあればいいんですけどね。でさっきのこれと CIO と比べるとこういう感じなんですよね。何かいいのがあればいいんですけどね。それではですね、実際にこの、急速充電器とこのケーブル使って iPhone、 そしてパソコン、 MacBook Pro、充電して数値の方をご覧いただきたいと思います。それでは実際に iPhone の方を充電してみたいと思います。バッテリー残り 18% となっております。じゃあこの状態でね充電します。で今もう充電器電源入っております。表示まだしてませんね。でこれで挿します。で充電開始して表示されましたね。これが徐々に上がっていきます。20、だいたい20ぐらい前後ですね、最初は。で充電していきます。で徐々にここからまあ下がっていくという感じですね。あ、今一瞬、あ、21行きましたね、22行きましたね。はい、まあ、このような大体の目安ですよね、表示ね。この通り、今は 20W で充電されているというふうな感じで。はい。で、徐々に数値下がっていって、もう最後は 1W とかになっていきます。じゃあ今これ時間が22時53分なんで、この 100%、もう今で 22% までいってますよね。これが 100% になるまで、どれぐらい時間かかるか、ご覧いただきたいと思います。はい、ということで充電 100% になりました。でざっと計算したら時間ですね、1時間30分で、満充電になりました。でこちらですね、今 2W、 1W から 2W ぐらいで、充電しているというふうな感じですね。それでは続きまして、このラブパワーの、これですね、 61W の急速充電器で、今度 MacBook Pro を充電してみたいと思います。では挿しますね。どこだ、ここだね。はい、28、48、59、ちょっと今逆さになってますけども、 59W で、充電しております。まあだいたいこんなもんでしょうね。あ、61まで行きました。61、59の間を、行き来してますね。でちなみに、MacBook Pro の、バッテリー容量 8%、 結構ギリギリまで来てるんですけどね、の状態でざっと今だと59ですね、で充電しております。
59W で充電しています。はい、ということで今回はアンカーの急速充電器と CIO のディスプレイがあるワット数が確認できる USB-C のケーブル、ご紹介させていただきました。一応商品の方はね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、興味ある方はそちらをご覧いただければなと思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。